5分でわかる三浦一族チャンネル第3話は三浦義明キュービの狐退治編です。三浦義明といえばキュービの狐の退治が有名です。拙者ボンベイがアレンジしましたのでツッコミどころ満載ですが、その辺はスルーしてください。三浦義明の伝説を語っていきます。平安時代末期、鳥羽上皇が原因不明の病に伏せていました。医者がどんな薬を処方しても改善されませんでした。宮中に鳥羽上皇が寵愛した美少女玉物舞という女官が上皇を看病していました。陰陽師阿部の安成が玉物舞の正体が九尾の狐と見抜き、真言を唱えると玉物舞は九尾の狐となり逃げ出しました。すると鳥羽上皇の病状は良くなりました。その後那須の現在栃木県那須で婦女子をさらう、人が食い殺されるなど九尾の狐の悪行が宮中に伝わっていました。上皇は那須領主の要請に応じ討伐軍を編成しました。三浦義明、千葉常胤、上総広常の軍勢に九尾の狐討伐を命じました。那須野で九尾の狐を発見した討伐軍はすぐさま攻撃を仕掛けました。九尾の狐は妖術で突風や雷を起こし、討伐軍は大敗しました。三浦義明ら討伐軍は犬の王を狐と見立てて犬追い物で訓練しました。騎馬からの弓矢の攻撃を開始し、九尾の狐を追い込んでいきました。たまらず九尾の狐は逃げていきました。九尾の狐は三浦義明の夢に玉物舞の姿で現れ、許しを願いました。九尾の狐が弱っていると読み、討伐軍は最後の攻撃に出ました。正面から強者千葉常胤が攻め、側面から弓の達人三浦義明が攻め、矢が九尾の狐の首と脇腹を射抜いた。瀕死の九尾の狐の退路に剣の達人上総広常が騎兵として待っていました。朝廷でとどめを刺し、九尾の狐は絶命しました。九尾の狐は死後巨大な毒石となり、近づく動物や人間を殺しました。南北朝時代元の和尚によって打ち砕かれ、欠片が全国へ飛散したと言われています。栃木県那須町には現在も三浦義明が九尾の狐を成敗した伝説と殺生石が残っています。いいねと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。